すぐに始まります。はい、スタートです。なんだ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 、そんな迫力があるの今日。どうした？痛々しい。まあ波があるのはしゃあない。ついていけないテンション。あー、もう落ちてきた。めっちゃ観察されとるな、冷静に子供に。そうだね。一日でどれぐらい収録するんだっけ？でも目が笑ってない。なりたくないよね。なりたくないよね。ほんとね。良い子は真似しちゃいけませんね。もう目が死んでるもの。なんか前に子供を入れ替えてまた収録するとか言ってたから、多分2回ぐらい撮るのかな。1回ではないんだろうね、収録ね。大変だよね、ほんと。子供たちのテンションについていくのだけでも本当大変だと思うもん。まあみんながみんなすごいね、わーって元気な子ばっかりじゃないとは思うけど子供の体力と大人の体力、なんか大人の方がありそうに思われがちだけど、なんか子供のその計算しない無限大の体力っていうか、あの体力にはかなわないよね、大人はね。忖度と良心？何を忖度するんだ。なんだ？何かあった？かわいい。カメラ全然違うとこ撮ってない？切実だ。そうだね。怖いよ。言わせたな。
なんだなんだなんだ、呼ばれてるよ。そうだね、パチンコはな。てか裏で何やっとんじゃ。楽屋でやりなさい、それは。今本番中じゃないの？来てるよ来てるよ。でもこれ本当だったらスタッフが呼びに来るよね。本当にね、本当にね。またまた引きずられてきた。ちょっとそういうこと言わないで。ウサギって冬眠するっけ。あー、リアルにね。かわいい、純粋だ。ちょっとその図を想像したらシュールだけど。犬小屋の隣に。まあパチンコとかのね、今の一部の話はそうだよね。うさおくんよね。ゴミラ。可愛く頼んだ。ちょ、いい人すぎるよね。計画性ね。放っておかれた。大事だね、計画性ね。ほんとしみじみ思うわ。あー、無理しちゃってた。ぼーっとしすぎだよね、お兄さん。もう
割とまともなことを聞いた気がする。なんかそういう裏でポロって出す裏道お兄さん尊敬するんだけどな。あ、腰が。あ、だろうな。なんか絶対いいとこのお坊ちゃんだと思ったわ。あ、これか忖度って。来た腰大丈夫。君はいろいろ汚れまくってるな。大丈夫？熊尾くん。口悪いよ。なんか汚いとこばっかり見えちゃう時ってあるよね。あ、聞かれちゃった。31？ え、誰？31って誰？お兄さん？なんでお兄さんの年齢知ってんの？お兄さん、腰が。よう気づいたな。そうだね。気持ち悪いはないじゃないかな。適当に言ったんだ。ああ。気使うわな。知らなかったんかい。大人の世界だ。こら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 。局長にバレなきゃ大丈夫じゃない？大丈夫。うん。
そうだよね、断ったんだし。父の日？ハッピーハザーズデイって書いてあったよね。なんかがっちり捕まえられてる。いや、強引すぎない？そうだよね。いや、なんでそもそも父の日で脳年齢調べる必要があるの？大丈夫？ちょっとテンパりすぎたんじゃない？パパンとトゥギャザー、パパン、パパンバージョンもできた？ああ、父の日だからパパンとトゥギャザーなの？この日限定かな？どういうこと？謎映画だよね。多分 Z 級だよな、それ。飛び出せなんだ。大丈夫？もう顔死んでるけど。切り替えね。子供わかんないでしょ、フィジカルとか。刺さるね。え？大丈夫？裏道お兄さんの家やばくなかったっけ？無茶ぶりという。お、そうだね。いやー、確かに大人になってから書けって言われても書けるかな。気まずくはならんけど。なんだなんだ、なんかちょっと職業込みじゃない？そうだ。かわいい。
一応耳つけたもんね。うん、なるほどね。そっか、キャラ設定守ってね。いや。はあ。そんなムキムキ？いや、なんか重いストーリーが来た。うん。なんか、今日の裏道お兄さんどうした？なんか割とプラス方向なというか、なんかあんまりマイナス思考な感じじゃなかったね、珍しく。前向きともちょっと違うけど、なんて言うんだろう、いいこと言ってたね。なんかさっきのさ、親の顔を今描いてって言われても、確かに描けないかもしれない。なんか子供の頃はね、なんか何も気にせずわーって描いてたかもしれないけど、改めて言われるとね。でもそっかそっか、キャラ設定な、そういうの考えてやんなきゃダメだもんね、番組内ではね。大変だなぁ。なんか私は今こうやっていろいろ喋ってるけど、全然キャラ設定とか何も考えてないというか気にしてないんですけどね。素のままなんですが。あー、さっきの脳内年齢のやつ？お、やりよる。意外に脳内年齢高い。高いじゃない。いいのか？若いのか？なんかだいぶショックだったんだね、お兄さん。ショックというか引きずってるね。はい、エピソード8見終わりました。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。マーブルでした。